はい、皆さんこんにちは、和彦です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は皆さんにご報告したいことがあって動画にいたしました。僕は昨年の夏くらいからワークマンで買い物するようになって、新しい、ワークマンプラスっていうのに出会って、本当に衝撃を受けました。もともとリーズナブルでシンプルでクオリティの高い洋服っていうのはすごい好きだったんですけど、これがこの値段でっていうのばかりで、とてもテンションが上がったことを鮮明に覚えております。そんなワークマンに注目して早1年、株式会社ワークマンさんから今回なんとお声掛けをいただき、公式にアンバサダーになることができました。自分の好きを詰め込んで動画を作ってきましたが、それが今回認められた形で本当に嬉しいです。まだまだ、同じアンバサダーの猫丸さんやのぞみチャンネルさんと比べたら小さいチャンネルなんですけど、それでもこのように形になっていくのは本当に YouTube をやっていてよかったなと思う瞬間でした。実際にアンバサダーに選ばれるとどんな風になるのかということをご存知でない方のために、少しご説明したいと思います。まず一つ目は、ワークマンの公式のホームページの方で、アカウントとか名前とかが紹介していただけると、そうそうたるメンツの中に入れていただけるのがとても嬉しいんですが、そういうちょっと露出の機会が増えるっていうのがまず一つあります。でもう一個は、年に2回ある春夏と秋冬の新作の展示会に呼んでいただけるということで、いち早くそういった情報を入手することができる。またその、特に今は人数がかなり制限されている展示会に優先的に行くことができる。またそれを皆さんに情報としてお届けすることができるっていうメリットがまずあります。それとちょっと近いことにはなるんですけど、新商品を優先的に手に取ることができるっていうメリットがあります。その本部の方から、こういうアイテムありますよっていうので、先に、商品を選ぶことができます。普通に買うんですけどね。結局いち早く自分が注目していたアイテムを、その在庫の心配をすることなく手に入れて、皆さんにご紹介できるっていうのはすごくメリットなんじゃないかなと思います。で、ここが特に面白いところなんですけど、もうすでにそういった機会もあったんですけど、何回かこう東京本部にお呼ばれしまして、実際にこうデザイナーの方と直接意見交換をする場所っていうのが設けられたんですね。で、これは直接そのコラボ商品につながるとかそういう話ではないんですけど、その実際に洋服を作っている人たちと直接お話ができるっていうのはめちゃくちゃ面白い体験でした。で、こんな風にこう新しい商品が世の中に生み出されていくんだなっていうプロセスをこう垣間見ることができて、それだけでも楽しいんですけど、それがもしかすると、来年とかその次の商品にこう自分のアイディアとか意見が反映されるかもっていう風に考えるだけでワクワクします。実際にもう今年猫丸さんとかのぞみチャンネルさんとか、あと、サリーさんとか実際のこうもう商品としてコラボ商品としてリリースされているものとかもあったりするので、僕もできるだけそういうところにこう絡んでいくことができたらなと思っております。ちょっと昔話をしますと、僕初めてのアルバイトっていうのがユニクロだったんですね。で、当時のユニクロってこう今ほど市民権を得ていなくって、ダサくてこう芋っぽい服の代表格みたいなところがありました。ただ、そのフリースとかオックスフォードシャツとかその定番のアイテムのもの自体はとっても良くて、ただただこうデザインとかがいまいち、あとはそのマーケティングというか打ち出し方がいまいちだった時代でした。で、その時にもあまり知られていないけど実は結構使えて、で、こうお買い得なアイテムを着て友達から、え、それユニクロなの？みたいなっていうのが、そうやって言われるのがすごい嬉しかったんですね。で、今思えば僕がこう今ワークマンをはじめ YouTube で行っている活動っていうのもそういうところからこうつながっているんだなというのは、振り返ってみても感じます。こうなんていうか、やっぱり自分の好きなこととかやりたいことってこう年取っても変わらないんだなっていうのはすごい感じます。で、そのバイトをやってた時は、モードなファッションがすごい大好きで、こうハイブランドに一番こうお金をつぎ込んで買い漁っていました。こうマルジェラとかディオールオンがすごい好きで、人生でそれが一番こう多分ファッションにお金を使っていた時代っていうのがありました。
ただやっぱりその時に気に入って買ったものっていうのは未だに使えたり、こう価値が変わらないものっていうのもあったりするので、こうトレンドで、まあ、リーズナブルなものだけではなくって、こう長く変わらずに使えるものっていうのはこれからも大事にしていきたいなという気持ちでいます。ある程度、まあ、年を取った今、こうファッション性よりもこう優先度が高くなっているのが心地よさですね。こう身にまとって心地が良いかどうか、自分が快適かどうかっていうのはとても重要視しております。で、僕がこのチャンネルで機能的でなおかつおしゃれなアイテムを紹介しているっていうのはそういう理由です。寒い環境でも暖かく過ごせる、まあ、汗をかいてもすぐ乾く、まあ、そういったこう自分の生活を快適に過ごすことができる洋服をこう身にまとうということが今一番大事だと、大切だと思っております。もちろんその中で自分自身のテンションを上げるこうスイッチとしてのコーディネートや、まあ、おしゃれさみたいなところがあると思うので、そこのバランスが取れたアイテムっていうのがきっとこの先もこのチャンネルを通して皆さんにお伝えしていく内容になるんじゃないかなと思っております。ということで、今回はワークマンのアンバサダーに公式になりましたよというご報告になりました。これからの活動がますます楽しみになってきます。今までとこう何かが大きく変わるわけではないんですけど、まあ、その僕の声が、まあそのワークマンさん自体に直接こう届くようにはなっているので、まあこのいつもチャンネルを見てくださっている皆さんのこうアイデアやご要望、こういう風にしてほしいなとか、こういうアイテムが欲しいみたいな声もぜひ僕にいただければ、それをできる限りこう中の人にお伝えしていきますので、ぜひコメントの方もいただけたら嬉しいです。ちょっとまあ余談にはなってしまうんですけど、ご覧の通りいつもと撮影場所が変わっておりまして、これはちょっと最近引っ越しをしまして、これもあってちょっと2週間ぐらい動画が撮れていなかったんですけど、やっと引っ越しも一段落して、環境はちょっとまだまだ整っていないんですけど、これから動画をいっぱい作れるんじゃないかなと思いますので、また新しい動画の方もぜひお楽しみにお待ちください。アンバサダーになりましたが、これからも変わらず、動画の方を楽しんでいただけたらと思います。インスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらもぜひフォローお願いします。コメントや高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。